ちょっと今すぐその椅子ゲーミングチェアにしない？自宅でゲームプレイヤーもちろんオフィスチェアの代わりテレワークのデスクチェアとしても最適。格安ゲーミングチェアならこいつがおすすめ、紹介するぞ。本番いきます。よー、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。というわけでですね、本日なんですけども、ゲーミングチェアを紹介していきたいと思います。というか新しく新調しました。まず先にゲーミングチェアは必要なのかという問題ですね。ゲーミングチェア、まずお金がかかります。そして部屋が狭いとやっぱりこれくらいの大きさなので部屋を圧迫したり辛くなります。じゃあなんで買うのというわけなんですけども、大きな点が2つあります。まず1つ目、体を守ってくれます。はい、どういうこっちゃというわけなんですけども、こういう感じで首だったり腰回り体を守ってくれます。2つ目、テンションが上がる。はい、こんな感じです。はい、というわけでこの動画ではですね、コスパがいいゲーミングチェアを買いましたので紹介させていただこうと思います。ではまずですね、現在使用しているゲーミングチェアを見ていきたいと思います。はい、見てください。汚い。やっぱりですね、経過人数がかなり経っておりますので座面がボロボロです。地面に散らばります。こんな感じ、やだね。はい、というわけで座面ボロボロ、座面素材が桜モードへと突入しました。どちらかというと綺麗好きな監督はここが本当に許せなくて、まあ、正直なところ椅子としては問題ないんです。というわけでゲーミングチェア身長を決断した監督でありますが、これだ。本日紹介したい商品はこちら、レーシンゲーミングチェア。では早速どれくらい時間かかるのか見ていきたいと思います。というわけで開けてみました。これが足についているもの。なんと嬉しい、と出していきたいと思って、これを開けると、おお、これが背もたれ、そしてこれはなんかのパーツ、クッション、でこいつが重った。なんかいろいろ入っておりますね。トリセツ、踏むな踏むな踏むな、座面ですね。できました。はい、あーいいですねこれ。はい、というわけで完成しました。時間を測ったところですね、約1時間10分かかりました。というわけで通常の2倍かかりますね。まずですね、先ほどお伝えしました通り、監督 Amazon でこのゲーミングチェアというものをですね調べますと、めちゃくちゃたくさんの椅子が出てきます。で今回絞った点があります。5点です。1つ目、価格が1万5000円程度、高いもので言うと20万30万とします。でその下が約5万円程度の高級な椅子で、今回購入しましたのが1万円から2万円低価格なコスパがいいゲーミングチェアです。今回購入しましたのが約1万7000円で購入しました。はい、続きまして選んだ記事2つ目、レビューが高評価。やっぱりいろんなゲーミングチェアがありますけども、レビューをたくさん見て今回選びました。その中でも目を引いたのが、ゲーミングチェア初心者はこれを買えというですね文字ですね。3つ目、デザイン性で、監督購入したものもですね2年3年ぐらい使っておりまして、長く毎日座るということで結構いろんなものを見て、あ、このデザインいいなと思って。4つ目、フットレフト。前機種はですねフットレフトといって足を置く台がありませんでしたが、今回のですね椅子はフットレフトがあります。見ていただきたいと思うのですが、ここを出してくるりんぱ、はい、足を置く台がついておりまして、こういった形で置けるという、めちゃくちゃリラックスできるものとなっております。これがあるのとないのとではですね結構違いますね。足を投げ出すスタイル最高です。で使わない時はくるっと回ってポン、いいですね。そして5つ目、組み立てが簡単。レビューの中に男性でも1人で30分と書かれておりました。
まあ、監督はあいにくですね、工作が苦手なので1時間10分かかりましたが、なんとか作ることができました。ここからはですね、この商品のおすすめポイントを引きを踏まえて紹介していきたいと思います。まずこちら、高級なゲーミングチェアに手を出せない方におすすめな、低価格なコスパがいいゲーミングチェアとなっております。高級志向の人には向いておりませんので、お金がある方はですね、やっぱり5万とかそれくらい出した方が体にフィットするものがゲットできるかと思います。では特徴なんですけども、まず存在感のある見た目、低価格ながら高級感のある PU レザーが使われております。この PU レザーとはポリウレタン樹脂を使った合成皮革の一つです。こちらは本革ではなく、要するに人工的に作られたなんちゃってフェイクレザーです。こちらですね、例えばここのいい感じでございますね。座面ですね、このような質感で模様があることによってクッション性があります。これくらいですね、ちょっと硬いといえば硬いんですけども、こういった PU レザーというものが使われております。続きまして、最適な座り心地、改めて座ってみたいと思います。失礼します。はいはい、監督なんですけども、過去の椅子と比べて少し横幅が広くなって、なんかゆったりできる感じになりました。重さとしては130キロの人までいけますが、これはですね結構広めにできておりますね。足がぶっとい方でも全然座れますね。そしてこの手の部分、窮屈すぎるっていうわけではなく幅がありますので、ある程度ぶっとい人でもいけると思います。ボリュームたっぷりの高反発のウレタンフォームが使われております。極厚座面クッションで快適な座り心地を実現しております。長時間のゲームプレイや楽な姿勢を保ちやすい座り心地になっております。続きまして、全身をホールドするデザイン、背もたれが柔らかく体重を分散してくれます。はい、こんな感じで、ああいいですね。体重を預けますとギュッという感じで押さえてくれます。背中、そして腰、肩への負担を軽減してくれます。そしてこちら、高さ調整もできます。触れるところがこことここにあります。で、これはこう背中をガーッと後ろに倒すことができます。ギリギリだとここまでいきます。カメラ外ですね。あとはここですね、これをこうですね下がります。これが一番低い位置ですね。上げると、おー結構上がるね。ここまで高く椅子自体を持ち上げることができます。今この状態ですね、足が浮いております。監督は身長170ぐらいなんですけども、まあ、180-190ぐらいまでいけるのではないでしょうか。ちょうど足がつくぐらいがいいので、ちょっと下げてみて、はい、こんな感じで使っていきたいなと思っております。はい、続きまして、高さ調整アームレフト、両腕をこれでございます。ここを掴むことによってこう上げ下げできます。前機種もこれ上げ下げできたんですけども、今回に関してはさらにですね、こうこうここに腕を置くことによって体圧を分散させ、腰や肩などの体への負担を軽減してくれます。結構幅が広いですね。体が小さい方はですね、これ結構大きいかもしれません。横幅がかなり空きがあるなというわけで、まあそれはどうなんでしょうね、広いイメージですね。あと音がギシギシするか、体を揺らしてもギーっていう音は、まあ買ったばかりなんでしませんね。今のところこの革のきしみがあるんですけども、嫌な音は全く聞こえません。それでちょっと前機種と比較してみたいと思います。全機種も登場しました。見てください、こちら、これが今まで使っていたゲーミングチェアなんですけども、はい、うん、こうやっぱり座ってみますと、こちらの方が横幅が大きいので、はい、リラックス感はありますね。下の座面に関してはこっちはなんか素材自体がもうボロボロなんで柔らかくなってるかもしれませんね。こちらはまだ買ったばっかりなんで、時間経過することによってこれも柔らかくなるかなと思いますね。で、背中の部分については、まあ、大体一緒ですね。やっぱり長く使ってたら、なんだろうな、体にフィットしてくるのかな、こういうゲーミングチェアって。あと何と言ってもいいのがです、足を置いて、あー疲れたなって言った時にこいつを下げれば、はい、というわけでお休みタイムも簡単にできちゃいます。あ、最高。あ、これ寝そうだな、寝れるかも、めっちゃいい。こういう感じで足が置けちゃいます。そうですね、全然体重かけても落ちることはありませんね。出します、クリンパー。そして閉まるときは
はい、はいと、ここは綺麗になります。というわけでいかがでしょうか。両方ともですね、ぜひ興味がある方は見てください。またアマゾンセールでですね、頻繁に安くやってますので、もし購入するのであればセールの時に購入する方がおすすめかと思います。ちなみにこちらセールの時に4000円引きで購入することができました。はい、というわけで今回はゲーミングチェアをご紹介させていただきました。興味がある方はぜひ概要欄をご覧ください。体を守りながら映像編集していきたいと思います。また次の動画で会いましょう。ここから押してくる。これがあまりですね、これ何に使うんでしょう。はいと、さっき上にやってたんですけど、この中を通してパーなんですね。